こんにちは、荒木和弘です。8月15日をとうに過ぎてしまってから、まあ、ちょっと時期外れみたいになった話なんですけどね。終戦記念日の時、もう今でもなくたくさんの報道がなされます。テレビ、新聞、ラジオ、で、もうこれ定番ですから、それぞれ各局とも、あるいは各紙ともやんないわけにいかないということでやるわけなんですけど、まあ、なんていうんですかね、なんとなく私あんまり見る気がしないで、本当にいくつかの報道をちょっと見ただけです。で、もうここしばらくですね、私8月15日には参拝はしてないんですね。まあ、今年はコロナもあってですね、なおのこといけなかったんですけども、でそれは別に15日に参拝している方々を批判するつもりなんか全くなくて、暑い中でですね、皆さん行っていただけるってことは本当にありがたいというふうに思うんですけれども、一方で私たちもう一回考え直さなきゃいけないことがあるんじゃないかなというふうに思うんですね。それは靖国に行ってですね、よく政治家が、マスクマイク向けられて、答える言葉に不戦の誓いをしてまいりましたというような言葉がありますよね。これはやっぱり違うと思うんですね。戦って亡くなってた方にですね、我々不戦の誓いって、あなた方死んだのはある意味無駄だった、あるいは犬死にだったということにもなりかねないのではないかと思います。それからもう一方でですね、もうその英霊は素晴らしかったんだということで言っておしまいっていうのもどうだろうかなと、思ったんです。あそこにいる方々は一体何をが喜んでくれるんだろうかと、思った時にですね、でそれでちょっとひらめいて、数年前に書いたのが靖国の宴という小説だったんですね。私まで小説で2冊しか書いておりませんし、もともと小説家でもないし、別にうまいわけでもないですから、書くときはですね、なんとなく登場人物が勝手に現れて、で、なんかこう頭の中で動き回るんですね。でそれを書き留めるような形のものだったんですけれども、あの時は2002年、ちょうど拉致被害者帰ってくる年ですが、あの時の6月に南北のですね、黄海側の海上で銃撃戦がありまして、そこで6人の方々が、韓国の方々が亡くなったと、北朝鮮の軍人もさらに多数が亡くなったというふうに言われています。このことが一つのヒントになって書いた本です。ただし、この本に出てくる、主人公をはじめとして、ほとんどの人はコリアンなんですね。日本の時代の朝鮮半島出身者、それから韓国人、北朝鮮の人、という小説です。言いたかったというかですね、おそらくその私が言いたかったというより彼らが言いたかったということは、やっぱり戦うべきは、戦うときは戦わなきゃいけないんだと。で、死ぬということは仕方がないんだ、ということを彼らが語っていたと私は感じたということなんです。で、昔良かった、ね、日本がアジアを解放したっていうのは、それはやっぱり少なくとも一面があった、一面正しいと私は確信をしています。ただしそういうふうに言うんであれば、今のアジアの解放もやんなきゃいけないですよね。昔は良かったと、昔の人たちはよくやってくれてましたねと言っといて、自分たちは今はちょっと忙しいからできませんって、それはないんじゃないでしょうか。だってもうこれはもう拉致被害者の救出のみならず、ね、北朝鮮の人権問題、中国の人権問題、ね、それチベット、ウイグル、南モンゴルで、あるいはカンボジアからどこかですね、もう本当にそういう問題って山ほどあるわけですね。日本がそのアジアの植民地解放に力になったと思っているんであれば、今もやはりやんなければいけない、私はそう思います。でそれができないで、ね、家でビール飲みながら昔は良かったみたいなことを言う話や、これダメですね。
で、それだったらですね、もうその左翼のこれ侵略戦争で、けしからんって言ってるのと大差ないと私は思います。で、家でそのビール飲みながら、昔は人たちが良かったんだってなことをですね、もう本当によく言われる居酒屋国士ってやつですが、そういうようなことをおそらくあそこ靖国の英霊っていうのを一番嫌ってるんじゃないでしょうか。まあもちろん私がそんな解釈をする資格なんかないんですけども、じゃないかなと私は思っています。さて、皆さんこれからですね、さらに難しい時期になります。で、これも本当に今までの専守防衛とか、そういう理屈はもう全く通用しないんですね。今まで普通ね、平和国家じゃなくて平時国家でやってきた日本が、いよいよ普通のもう歴史をたどらなければいけない、自力で歴史をたどらなければいけない、時が来たと。まあ、たどらなければいけないという言い方はよくないかもしれません。たどることができるという言い方の方がいいですかね。そういう時になります。だからもう戦うべきは当然戦わなければいけません。その中で私も含めて、命を落とす人間が出るという可能性は十分にあります。それはもう最小限にしなければいけませんけども、覚悟は必要です。で、私だっておそらくですね、偉そうなこと言ってますけども、一番最初に逃げると思いますよ、おそらく。一番最初にですね、もうみんな置いてですね、逃げるのが自分だと思っています。でも、まあこういうふうに言っとけばですね、少しは頑張れるかなと。で、逃げ出すにしても、逃げ出すのが1週間、1日、1時間でも、遅れるということにつながるんじゃないかなと思ってます。まあ、人間そんな強いもんじゃないですから、それは何も言えませんけども、やはり我々ですね、そういう限界を認識した上で、やはりできることをしっかりとやっていく必要があるのではないだろうかなと思いました。今日はちょっと時期外れの終戦記念日のお話です。今日もありがとうございました。